はい、今日はこれからですね、えー、墓じまいで、えー、お骨を移すためにですね、えー、新しい共同墓地の方に、えー、お骨を埋める前にですねお骨を砕く遺骨を砕くということをしなければいけないのでそちらの業者さんの方に、えー、持っていきます、えー、ちょっと重いので1体ずつ持っていくんですけれども、えー、今回は、えー、おばあちゃん森文さんですねで平成25年12月30日 に亡くなったわけで、すねで去年97歳。ということで、えー、おばあちゃんのお骨がですね、こちら入っております。えー、ちょっと軽い方の、えー、入れ物でした。おじいさんの方が、えー、大理石の入れ物で、ちょっと重いんですけれども、おばあさんはこう軽い、えー 入れ物にしたみたいですまあ一応一旦というか大理石の方が丈夫でただ重いみたいな形でこっちは軽い素材でできてますはいこちらが、えー、私のおばあさんの、えー、お骨でございますこうしてえっ、ー、と見てみますとですね、えー、実際にこう生きていたんだなっておばあちゃん生きてたんだなっていう風に、えー、まあ思いますということで、えー、こちら おばあちゃんの骨このですね、えっと、形が、えー、今あるので、えー、業者さんの方に、えー、洗浄していただいて骨を、えー、細かくしていただくという作業を行いますで、えー、その作業がですね、えー、費用が、えー、お墓に納めていたものがですね2万8600円税込みですね なので、えー、かける2ですね。えっ、ー、と、おじいちゃんとおばあちゃんで、えー、かける2になります。28,600円。で、えっ、ー、と、埋葬前のお骨の場合は、えっ、ー、と、まあ、つまり、墓に、お墓に入っていなかった場合はですね、お骨が13,200円で、えー、細かくしていただけるそうでございます。ということで、えー、森文さん。 私のおばあさんの、ええー、遺骨でございました。